目悪いのに引いてみてるか。やい。今日は今日一日ね、早く起きてないか、10時には絶対ベッドから出てて、でコンビニ行ってお昼ご飯じゃなくて夜ご飯作って、4時前にはもう夜ご飯って食べてた。食べてました。餃子、私昨日餃子食べた。で、昨日その餃子で余った種を今日の夜ご飯はそれをハンバーグにして食べた。えらいえらい。今からチラス寿司食べてる。いいなぁ。カツ丼、カツ丼いいね。その前は親子丼食べた。親子丼作って食べました。エミューの配信見るためにショールーム入れた。あ、ありがとうございます。すいません。ざるそば作ってます。いいね。カツカレー、カツカレーいいね。ハウステンボスの夜ご飯でカレー食べた。東山選手のノーヒットノーラン、球場の空気と、いやもう最後の方はもう「あーいあーい」みたいな感じだった。なんかなんかちょっとハラハラしながらの、楽しみながらなんか「あーい」みたいな感じだった。めっちゃ楽しかった。ショールーム実況か。あー、いいね。でも明日は沖縄だもんね。また西武との戦いですね。沖縄出身同士がね、なんか熱いんですよね。これはわっ、ツタムホック、あれ2個来てたわ。リン・ダンさん、ありがとうございました。ありがとう。あ、久々にした。電波が良くなったが、綺麗になんていうかな、こう綺麗になってるから。電波が良くなったわけじゃないか、携帯でしてるからか。あとツタも北海道さん、なんかすごいありがとうございます。モリモリのやつ。やばい、すごい人の声が聞こえる。あ、また来た K5 さん、ありがとうございます。もわもわ、もりもりもわもわ、わかんないや、これ、なんのアイスタワー、アイスタワー、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。本当に夜だね。
内容のない配信なんですけど。これはカフェオレじゃなくてプロテインとなっております。カフェオレはもう飲み干しちゃいました。ウィミーちゃん TikTok フォローしました。 ありがとうございます。なんかいつ新しいの撮ろうか迷ってて撮ってない。部屋が薄暗いのは可愛く見せるためですか。いや、そういうわけじゃなくて、あのね、構造上電気がこっちにしかなくて、こっちはあるんだけど、あの色が違うの。まあでも、うん、だから難しい。でもこうこんぐらいの暗さの方が私は好きだから、明るいの好きじゃないし。で何、今日もスピンでやらせていただいてるので、こんぐらいがちょうどいいのかなっていう。おしゃべり会福岡行きます。お、ありがとうございます。あ、そうだ、握手会ぜひ来ていただけるととても私は嬉しいです。来てください。お、もちろん行く。いやー嬉しい。なんかね、公演もまあ初日終わって、新しく生誕の分が詳細出てるのかな。それ以外会えるとこが少ないので、握手会来てくれるととても嬉しいです。あと完売できるように願っております。あんまこだわってはなかったけど、ここ最近お願いします。そんな言われると行きたくなり、来てください。身長は164です。ウミーと初めて話す。おー嬉しい。待ってます。ゲームチャンネル毎回緊張しちゃう。いや緊張するよ。なんかゲームチャンネルで本当にこう私が主でやらせてもらってるから、あのしっかりしないといけないんですよ。なんかいつもヘラヘラしちゃ、ヘラヘラっていうかはこんなんだから、こうゆるく楽しくやりたい派なんで、けどなんか司会ってなると気張っちゃうっていうか、
なんでちょっと緊張し、毎回緊張しちゃいますね。しかも後輩が来るってなるとなおさら、今回マリアたちのやつが出てると思うんですけど、緊張しちゃう。どうしよう、頑張ります。日向となっちゃんの時は緊張してない、やあれも緊張してた。あれが一番緊張して、そっちの緊張じゃなくて、なんか初めまして初めての司会進行だったっていう、こうそういうのだったから緊張しました。でもやっぱこういう何 YouTube でですけど司会する機会があるのはとても自分の経験となるから、あの YouTube 頑張るんでみんないてください、マジでお願いします。あの何、あのスタッフさんも頑張って編集してくださってるんで、毎回準備とか大変なんですけど、結構ガチカメラで撮ってて、なんかいつかはこうだんだんみんなが再生回数伸びたら、私はあのスタジオの場所をもうちょっと豪華にしたいなと思ってて、もうちょっと豪華にしたいなって思ってるので、皆さんの力を貸してください。まあ、それがあればもっとよりいい YouTube 配信できるんじゃないかなと思うし、それで生配信とかも結構あの何豪華にやりたいと思ってるんで、ちょっとずつ皆さんが見ていただけると、そして再生回数もそうだし、チャンネル登録とグッドボタンを押してくれればすごく嬉しいなって思います。なんでちなみに今度も撮るので頑張ります。司会頑張ります。緊張、次はどのメンバーになるか楽しみですね。みんなも楽しみなんじゃない、自分きっかけになったんじゃないかなって思います。ゲーム配信は推しもう出た、そうなの、大丈夫、あの回してこ全然回してこ。すごい、マサータン、なっちゃん推し11、 HKT48 タワーありがとうございます。タワー、私もなっちゃん推しなんだけどな、推しは毎回出てますか、ほな私やんそれ私やん。私やん。うん？ランダムアクリルスタンドにエミリーのアクリルスタンド当たって、おお、すごいすごい、出身学校休んで福岡のおしゃべり会行きます、学校にバレんなよ
熊本公園でエミリーに惚れた惚れましたか。惚れさせちゃったか、困るな。もっと惚れてくれんかいな。夜テンション見て、ヨギボー、わかるだろうけど。ヨギボー髪染めた、染めてない、落ちた。惚れてまうやろ。ヨギ棒に座っていつもこんな。ゲームしてエミリー晴れましたって、嬉しい。エミリー痩せた？痩せてないんだよね普通。なんかヘリもフリも、え、ヘリもフリ、ヘリも増え、増えり、ふ減らなかったり増えたりしなかったりむずむず、日本語むず。増えてもないし減ってもない、普通です。 TikTok 新作なんかどこかで撮れたいけど、なんか一人ぼっちで撮るのはまだちょっと自信ないから、今度メンバーと会った時に撮ろうかな。今日あれが上げてたで、ナコがサクちゃんのやつ。さえちゃんと撮ってほしいね。さえと確かに撮ろうかなってずっと思ってたけど、全然合わないんだよね、ここ最近合ってなくてダメなんだよね。そう、みんなに、そう、私はあれを聞きたかった、新公演のご感想を聞きたいなと思っておりまして、どうでした、どうでした、皆さん予想は当たりましたか。ちなみに黒い天使が素敵。ああ、マリアのモバイルね、新衣装が可愛いね、可愛いよね。まあマリアのモバイルを撮ってる方以外であのちょっとね、なんていうかな、良さを、良さっていうか、そのあっちゃったかなっていう。黒い天使がいいってめっちゃ嬉しいんですけど、なんかなんていうかな、
ああ目撃者、いや最初候補には目撃者はあったんですけど、大人の事情でそれはなしになっちゃって、そこから何個か候補あって、その中に恋愛禁止条例が入ってたみたいな感じです。自分たち、まあそうですね、なんかどんな感じで決めたっけあ、ラムネは多分入っ候補に入ってたかな、多分。まあ結局はまあいろいろリアルな話すると、上の方っていうか、まあ大人のスタッフさんとかがまあちゃんとした決定をしてくださったので、自分たちはこういうのやりたいっていうのは伝えました。ロッキー生もバックダンサーになりますか。あーどうだろう、私はなると思ってますけどね。てかやっぱね、バックダンサーできる公演って私たちだけじゃない多分。え、他のチームってできるのかな。あー前座、あー確かに、いやーでも結構スコールの部分は割と尺ちゃんとあるし、多分あそこソロダンスみたいな自分で作れるとこがあるのかな。だからやっぱアピールの場にはなるんじゃないですかね。それはやっぱロキセイさん次第じゃないですか。みんなが頑張ってもらって少しでもね、ステージに立つ機会があった方が経験にもなりますしね。待ってますよって感じです。楽しみですね。ね、みんな赤ちゃんだね。いやまた私の人見知り発生が出てしまう。エミリアバターもらえた。嘘、使ってください。気になる6期生、誰かな。まだわかんない、どんな子かわかんないから、みんなかな。新公演ね、結構大変だったんですよ。なんか揃う日がめちゃくちゃ少なくて、で結構衣装も本当はめっちゃバタバタで作ってもらってて、だから結構ね、やりますっていう時期から、私たちの中のやりますっていう時期からは全然ずれたんだけど、予定はその前ぐらいからもう衣装はできてて、
ちゃ忙しいのに翔さんが作ってくれて、しかもあんなめっちゃ可愛くないですか、めっちゃ可愛いの、めっちゃ可愛いんだけど、ほんと一人一人に合わせてオープニングのスコールだったらこう丈感とか首の長さとかそうですし、それ脱いだ後は生地の中に HKT48 っていうこう凝ってる衣装なんですけどとかあったり、多分全然コンサートで使い回しもできるぐらいすごくいい、まずオープニング衣装になってて、ユニットとかもちゃんと人に合わせたようになってて、結構私は黒い天使の、もともともっと黒い天使ってこうなんか結構もうちょっと露出多めの、なんていうかな、難しいな伝え方、スカートの丈感とかもそうだし、ふんわり感とかも結構こだわったかな私、だからここはもうちょっともうちょっとって結構修正が最後まであった人かなくらい、あの要望を聞いてくださって修正してくれましたね。あ、そう、やっぱ黒い天使はね、前田さんをすごい見てたから、多分みんなの中も黒い天使って前田さんのイメージがすごい強いと思うから、こう自分の魅力を見せつつ、なんか少しでもなんかフラッシュバックするような前田さんの素振りとかも入れてみたいなとか思いつつやりまして、まあ自分がオタクだった場合そういうのあった方が自分だったら嬉しいから、それ頑張ってやってみてるんですけどっていう、なんか毎回表現力を考えさせられる公演ユニットです、新公演。まあユニットはユニットがすごい豪華、曲がマジ豪華、案外でもあこの子はこれなんだっていうのが多分たくさん意見はあると思うけど、みんな自分なりにすごい色を出してて私はすごく好きですけどね。エミリーのツンデレ、あーツンデレやりたいツンデレすごくやりたいです。ね、サエのハート型より最高すぎんか、めっちゃ可愛かった、マジで可愛い、てか服も似合うし、服って言っちゃった、衣装も似合うしマジで可愛い、あれは可愛すぎる。別な僕らの風の楽しさら楽しさ満載だけど、レイキー史上よりは可愛さがつめ、あーそう、あー顔そうかもね、とか落ち着いてるクールな感じな曲が多いね、ちょっと。あーサイピョン、確かにサイピョンは博多の藤原さんですね、確かに一理ありますね。エーターのそうやばかった、やばかったよね、でもね頑張って練習しててすごい難しいって言ってたけど、本番は鳥肌立ちました。充電がないらしい、移動したらやばいか、
すいませんすいません、充電がなくなりそうだった。JK 眠り姫16回見たいからめっちゃ好き。嬉しい。握手会10枚積んで話持つかな、持つかな。公演の話したら長いよ。結構先週はすごい忙しかったな。飛行機雲ってラストの曲イメージあったけど、あの1位なんだね。あーそういうことね、セットリスト上ではあそこの位置ですね。あのソロ、エレのソロパートだけで1分ぐらいあるからね。始まる前そんなん、そりゃ緊張するよね。すごいな、やっぱ場数が違いますわ。やっぱね、大きなとこで歌唱力のやつやってるしね。HKT さんじゃも好き、私も好き。あそこのイントロ部分をなんか合わせの時があって、一人間違えたらもう一回みたいな感じでやったぐらい結構揃えました。なんかね、音が鳴ってるか分かんないんだけど、めっちゃ足音が揃ってってゾクゾクするんよ、私たちはやってて。だから毎回そういうとこもちゃんと揃ってるか、ぜひ皆さんが見てください。なんかこの携帯曇ってる。ここら辺か、こっち側がなんかもやっと。会うたびに恋する、あ、君が微笑むと切なくなるんだ。いいよね、あそこのさえと私のとこも、私さえみり推しはえぐいんちゃいますか。行っちゃいますか。眠ってた時が目覚める、あ違うか、歌詞なんだっけ。だっけ、歌詞なんだっけ、合ってるかな、合ってないか。全然合ってるぐらい。全然合ってるし、合ってるやん。しくて2回恋をしたの、
時が目覚めるあだ。いい歌だよね。でも私涙の深呼吸が一番好きなんだよね。なんかなんていうかな、すごい初日もあったからすごいなんかぐさってきたな。わかりますか？結構何あのやってる時に初日公演してる時めっちゃ泣きそうになったくらいガチでいいなと思った。だって辛いことや悲しいこと一人で背負わないようにさもすた外して感情を出すんだ。だそう、そう周りの優しさが、みんなでっていうかこうやって人にあこうやってするとこがあるんですけど、おおえぐいって、そこがすごく歌詞と合ってるなと思って。少しずつ染みてくるよ、うん、ここかな。あ、2番もなんか「ずっと見ている夢ならそうさ絶対に諦めないで」のとことか確かにみたいな。って思ったりした。何時今？9時42分何の曲？涙の深呼吸っていう曲です。うん、 DMM 見直してください。マジでなんか歌詞見ながら割と見てくれると嬉しいな。セトリの一番最後応援ダイモンでもいいけど、あにゃ、あーこの解説を DM 見ながら聞きたい。あー鑑賞会しますか今度。語りに語り尽くしますよ。結構ね、したいわ。せーので再生したい。いいやんいいやん。私ね悲しいことにねまたパソコンが壊れて修理行かないといけない。この重たい iPad で鑑賞会しましょう。
飛行機飛行機雲ブンブン回して、あのさ、私あのねはいつか出せるかな分かんないけど、なんかあの飛行機雲あるんですけど、リハの時に初めてタオルを持って回してて、その時に2サビの2回し目でこうピラミッド型のフォーメーションになるんですけど、その時に私が真ん中にいて、前にさえと花がいるんですけど、さえなんか結構みんな人にぶつけないようにやってて、幅知らなくて初めてやるから、で多分楽しかったのもあるんだけど、花とさえが2人ともなんかバリ近いのに立ち位置こうがっつり回して、私顔に当たってて、でなんか1回目の回し具合で当たったことに気づくかなと思って、歌詞いい気手が回してて、1回目で気づくかなと思ったら2回目回してても気づかなくて、ほな私笑顔でそのタオルバシバシ当たってるけど笑顔で受け止めて回してました、私もこうやって、その間こうやって当たってんの。それをさえと鼻に言ったら笑いながらごめんなさいって言われて、マジ全然私そういうの気にしないからいいんだけど、めっちゃなんかどんな顔していいかわからんすぎて、ほな回してブワンってなっても笑顔でやってたわっていう、こうあの自分ってほんと M だなって思った。それを誰が隣にいたんだっけ、マリアが隣にいて、私が顔に当たってるの気づいてたのね。1回目当たった時ちょっとこう引いちゃったから多分それで気づいてて、それでも笑顔で当たってる私見てマリアも笑ってたんだって確かに結構面白くて好きなんだけど、だからみんなコンサートとかさ行った時は気をつけてね。そう、ファンで飛行機雲の時はどうするかを決めたり、普通にでもペンライトだもんね。いや普通にそっか、こうしてるんか、こうしたいよね、むずいね。ペンライト回してダメか、それそっか。あ、私なんかあの鉄なでイノセンスからのロマロケに変わった時のあの笑顔の切り替え、お花畑って言ってたじゃん、あれ恋愛禁止条例でもあるんですよ。マレキュー終わった後にツッチャッチャラッチャッチャーンみたいな振り向くとこ、あそこ、これからお花畑になりますよあそこお花畑になりますよ今度の恋愛中公演で私は何かしようかと、何かしたい、何か変なポーズを一人だけしたいんですよ。何がいいかな、すぐ
こういうこうおちゃらけたいことを考えちゃうのはよくないですね。予告して大丈夫、いいよ、いいんだよ、見てほしいから。その時エミーどこいますか。下手の、いやてかもう真ん中ら辺にいます。真ん中2列目、うん、下手にいます。チャッチャラチャッチャッチャなんとかね、1回目振り向く2回目振り向く、まあ何にしよう、めっちゃ楽しみ、ちょっと考えますわ。ちなみに来る方いますか。あまだか失礼しました、それは失礼しました。申し訳ございません、応募はした。あま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 あ、あとどこがあるかな、なんか、あまあそのまあ飛行機雲はとりあえず注目するとこやん。あとは今後見つかるんだろうな、そういうの。アンコール、アンコールはダメだな、大声ダイヤモンドぐらいじゃない。んでもむずいか、好きってコールできないんです。だよね、私もね、わかるだよ、わかるだよ、だってファンだからわかるよ、あのコールしたい気持ち。客席でペンライト揃えるとステージとか DM 打つ場合する。ああそうだね、紙飛行機は絶対何青だし、青っていうか水色だし、アンコールは基本赤でしょ絶対あれっていうイメージかな。大声ダイヤモンドはもう何色でも、オープニングはコートがピンクか、ピンクとかわかんないけど好きな色で。私のイメージです今のは。なんかそういうの昔からあるならその色の方がおおとはなりますけどね。ほなぼちぼち終わろうかな。ああ9時53分か、じゃあ10時までしようかな。TGCT の話、あ TGCT はどうだったわかんない私めっちゃなんかなんだろう、正味あの北九州 TGCに 出させていただいてるか2回ぐらい、なんか気持ちはめっちゃ楽だった。なんか
うん、すごく楽だった、楽しかった。うん、普通に楽しかった。なんかみんながそんな歩き方もなんか変じゃなかったって言ってくれたのがすごい嬉しかったですね。うん、だから今年の北九州とかもしあるんだったら出たいし、今後は一人だけでもその東京の TGC とかティーンとかも今後出たいから頑張ります。一人でもね、行けるようになったら強いよね。あともうちょっとたくさんいろんなブランドの服とか着てみたいなって思います。そういう場所とかで、あ、そう、 HKTV で TGC の裏側とかをユエルと誰だ、クルタンか、ユエとクルタンが取材してるんで、それもぜひ見てください。喋ってます。いや、でもちょっと頑張った。その週は新公演もありつつ、いろんなイベントもやって、ツアーもして TGCT も立って、めっちゃちゃんとちゃんとなんかいろんなジャンルのお仕事をすごい怒涛でやった気がする。いや、これは自分を褒めましょうということで、寝るということで、寝る、寝はせんかもしれんけど、終わる。早い早いかな。みんなもあんま夜更かししちゃダメだよ。じゃあランキングを読みましょうかね。これは13位からか。13位、やばい、わかんない漢字、双眼さんごめんね、漢字読めませんでした、ありがとうございます。12位園長さん、ありがとうございます。11位博多の細麺さん、ありがとうございます。10位半助さん、ありがとうございます。9位クサンさん、ありがとうございます。8位トトさん、ありがとうございます。7位カズさん、ありがとうございます。6位佐世保のてっちゃんさん、ありがとうございます。5位コウヘイさん、ありがとうございます。4位リンダンさん、ありがとうございます。3位つとも北海道さん、ありがとうございます。2位、K5 さん、ごめんなさい、 K5 さんだこれ、 K5 さんだ、ごめんなさい、ありがとうございます。タワーもありがとうございます。1位まさたんさん、ありがとうございます。はい、あ、こうへいさんがタワーをほなギリギリに来てますわ、ありがとうございます、ありがとうわ。はいはいはい、ということで皆さん急に始めた配信でしたけど、ありがとうございました。
舞台の方もぜひ見に来てください。頑張ります。バイバイ、おやすみ。